フラッシュ航空604便墜落事故は2004年1月3日の午前4時40分にシャルムエルシェイク国際空港を離陸しカイロ国際空港を経由してシャルルド・ゴール国際空港へ向かう予定だったフラッシュ航空604便が離陸後上昇中に操縦不能に陥り海に墜落して乗員乗客148名全員が死亡した航空事故である当日 フラッシュ航空604便は乗員6名、乗客142名を乗せ、エジプトのシャルムエル・シェイク国際空港を4時40分に離陸した。604便はカイロ国際空港を経由し、シャルル・ド・ゴール国際空港に向かう予定だった。離陸直後に機体が右に傾斜し、機長はこれを修正したが、再度機体が傾斜し、失速して、付近の海に墜落した。 この事故で、乗員乗客百四十八名全員が死亡した。タッサ時代の事故機事故機は九百九十二年十月に、航空機リース会社のイルフックに n 三百七十三 t a として引き渡され、タッサ航空に九百九十八年五月までリースされた。返却と同時にカラーエアに G コールブとしてリースされ、九百九十九年十一月に、 返却された。2000年にエジプトの別の航空会社にリースされた後、2001年7月にフラッシュ航空が購入した。事故調査にはエジプトだけでなくアメリカの NTSB やフランスの BEA が参加した。残骸の大部分は水深1000メートルの海中に水没したため、回収は困難であった。当初、 爆破テロが疑われたが、回収された機体の残骸や遺体などからはそれらの痕跡は認められなかった。回収されたポックピットボイスレコーダーから機体が右に傾いた時、機長がその異変にあまり気づいていなかったことが判明し、フライトレコーダーからはその時機長が操縦桿を右に傾けたことが判明した。このことから夜明け前の目印のない暗闇の中で機長が 方向感覚を喪失したことで空間式失調に陥り機体の修正操作を誤ったとされた。また、ボイスレコーダーの記録から副操縦士は機体の傾きに関する異変に気づいてはいたが自分より年上で経験のある機長にそれを指摘するのを躊躇したと考えられた。フラッシュ航空は この事故が起きる前からスイスでの安全検査で基準を満たしていないとして、スイスへの乗り入れを禁止されていたが、この事故以降は EU 加盟国において EU 域内への乗り入れを禁止、あるいは制限されることとなった。後に、フラッシュ航空は経営が悪化し、事故から2ヶ月後に倒産した。2006年に、シャルムエル・シェイクに慰霊碑が建てられた。 墜落したフラッシュ航空はスイス発着禁止だった。推進フ CH2004 年1月15日。ありがとうございます。